アレルヤありがとうございます。今日も賛美を捧げられたホザンナ聖家隊とヘプシュバ賛美チームに感謝いたします。今日私は創世記一章20節から23節の御言葉を通して5日目に作られた、えー、鳥と魚という題名で御言葉を語りたいと思います。えー、今皆さんに 1一つ聞きたいんですけれども、皆さんは今、どのような考えを持って生きておられますか今、この瞬間、どのような考えを持って暮らしていますか私た,ち私たちの考えが人のすべての暮らしと私たちの体までも左右しますね。考えがどのようなものであるかによって、人間の体も変化が起こります。 例え,えー、例えば、若い青年がいたとしましょう。自分が好きな、えー、女性が現れました。そうしたらいきなり、えー、心臓がですね、バクバクするわけです。寒くなくても汗が出てくるわけです。汗が出てきますね自分の考えによって、 人が変わるわるけですよね人は人間は私たちは暮らす時にどのような暮らしをする時どのような考えを持って歩むかが重要でありますそれによって体の変化も起こるわけですでは信じる信徒は世の終わりに死なずに変化すると語っておられます 死なずに変化するることとができるとそれを信じてその信仰によって歩めば必ずそのような祝福が与えられるということを皆さん信じることを主忍びのもって祝福いたします今日の本文である「5日目創造の働き」に対する5日目の内容であります創世記1章に創造について記録されております今までずっと勉強してきましたけれども 必ず覚えなければいけないのはこの聖書は科学の本ではないということです。何回も言いましたよね。多くの人は創世記の一章を読みながら科学の本のように地球がいつ生まれてそしてどのように創造されたのかそれを知ろうとしますけれども聖書はそのようなものを教えるために与えられている本ではないということです。ヨハネ20章30節から31節を見ると この書には書かれていないが、まだ他の多くの印をもイエスは弟子たちの前で行われた。しかし、これらのことが書かれたのはイエスが神の子、キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの皆によって命を得るためであると、ヨハネの福音書20章に記録されています。イエス様が行われた多くの印が奇跡がありましたけれども、それをすべて書いてはいないと語っていますね。 必要なものだけを記録したと語っていますそして31節にこの聖書の記録されているこの内容が私たちに与えられているのはイエスがキリストであることを信じさせそしてそれを信じることによって命を得るためであると語っていますこの命というのは永遠の命ですねこのために聖書を記録されているということですですから聖書は 科学の本ではありません。どのようにすればイエスキリスを信じて命を得ることができるのかを教えている救済士であることを意味しています。では、この5日目も同じです。この5日目に鳥を作り、また魚を作られました。科学的にこれがどのように想像されたのかを知らせるための内容ではないわけです。ここにも イエススキリストがありここにも私たちの救いに対する内容があることを、えー、しっかりと悟らなければいけません、えー、創世紀一章の構造について見,ます、えー、見せたと思います、えー、前回、えー、この表を見せたんですけれども1番目から3日目また4日目から6日目、えー、について記録されているんですけれども、えー、1日目から3日目が1つのパートでありまた 4日目から6日目がまたもう1つに分けることができます。この1日目から3日目までは基礎を作る期間であり、そして4日目から6日目はその基礎の中に入れられる過程です。中にその必要なものを貯める過程について記録されているんですけれども、今日5日目はこの2日目と関連があることを見ることができます。 2日目に大空を作られました。そして 5, 5日目にその大空に飛ぶ鳥を作られたわけです。そして上の水と下の水を分けられたわけですけれども、その下の水に魚を入れられましたね。魚を泳がせたわけです。では、この鳥と魚、これがどのような意味があるのかを今日見てみたいと思います。まず、 えー、魚について見てみましょうこの魚というのは海を暮らすものでありますけれども海というのは、えー、あまり良い意味がありません創世紀一章二節を見ると地球が水で覆われていましたそして想像を始められながらその水を水の領域海の領域をどん,どん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 小さくされたわけですそして 地上も出てくるわけですよね。また水も分けられて。その理由は、黙示録、ヨハネの黙示録17章15節の見事を見ると、見つかりはまた私に言った、あなたが見た水、すなわち、インプが座っているところはもろもろの民族、群衆、国民、国語ですと。ですから、この世の中にある海、この水というのは、えー、堕落した水 世の中を意味するということを見ることができます。また、ヤコブ1章6節を見ても、この、えー、疑う人はですね、風に吹かれて揺れ動く海の大波のようなものがいると語っています。疑う人は海の大波のようだと語っていますね、疑う人。ですから、この世の中を意味し、また信仰のない人たちを意味するのがこの海であります。 信仰のない領域を海と言うんですね。信仰のない領域を海と言います。目史録21章1節を見ると、新しいエルサレムには何がないんですか新しいエルサレムには海がないと語っています。創,造創世記1章で想像されたその海の領域。それが目史録の最後に行くと、新しいエルサレムには 海がもうないと語っているんですね。それが神様の救いの経輪の結論なわけです。しかし今日、私たちが生きているこの世の中は海であるわけですね。風が吹けば波が揺れるわけです。大波に荒れているそういう世の中を私たちが今暮らしています。コロナだと言ったらどうですか戦争だと言ったらあっち行ったりこっち行ったり。 経済の危機だと言ったら、え皆さんえ揺れ、揺れ動くわけですよね。しかし、目白く4章や15章を見るとえ、ガラスの海という単語が出てきます。ガラスの海。ガラスの海はガラスですから、海のように見えてもそれはガラスなわけです。揺れ動くことがないわけですね。え動くことのない海です。 そのガラスの海というのは神様の御言葉を受けて信仰を完成した信徒を意味しています。ですから私たちの教会を設立された元老木先生はこう語られました。祈る時にこう祈らなければいけないと。神様と。私が1週間世の中で暮らす時、 どんな苦しみや困難に出会ったとしても揺れ動くことのないガラスのような海にしてくださいと祈りなさいと語られました私たちがそのようなガラスのような海にならなければいけません。他人に何を言われても揺れ動かなく変化がないわけです。いつも同じ場所にただ信仰によって固く立っていることそれがガラスの海であります。 私たちの信仰生活がそのような暮らしにならなければいけません。すべてを乗り越えてイエス様のようにガラスの海のような心を持てばですね、その海の上も歩くことができるわけです。ペテルも歩いてみなさいと言ったときに、ペテルも瞬間的には渡りましたよね。海を歩いたわけです。しかし、イエス様を見ずに、海を見た瞬間、 溺れてししままいました信仰があるときは大丈夫なんです。しかし、誰かが何かをやれたりとか、世の中からいろいろなえそういう理由によって私たちが揺れ動くと溺れるわけです。では、その海の中にいる魚というのは何ですかこの魚は人を意味しています。イエス様はこう語られましたね。また13章47節から50節を見ると、 天の御国は海に下ろ,してあら下ろしてあらゆる種類の魚を集めるちびきの網のようなものですと。網がいっぱいになると岸に引き上げ、座り込んで良いものは器に入れ、悪いものは捨てるのですと。この世の終わりにもそうなりますと。見つかりたちが来て正しいものの中から悪いものを得り分け、火の燃える炉に投げ込めます。彼らはそこで泣いてきしりするのですと語っていますね。また13章47節から50節。 天の御国は網のようだと語っています。ですからこの天国というのは教会を意味しています。教会がこの海の中に網を下ろしてですね、そこから鬼人とまた悪人を全て集めるわけです。集めますしかし世の終わりにはどうしますか天使が来て、見つかりが来て、それを正しいものと悪いものに分けるわけです。 教会はイエス様を信じるために擬人ではあります。しかし偽人の中でも悪人がいると語っています。その悪人を得り分けるわけです。ですから、この魚というのは何かというと、世の中に暮らしている人たち、特に救いが必要な人たちを魚と語っています。網によって取、えー、られる人。 ですから、教会に通う信徒たちを意味しています。また4章19節や、マルコ1章17節を見ると、イエス様は弟子たちを選ばれたとき、ペテロや、また、アンデレア、ヤコブ、ヨハネに、私についてきなさいと、私についてくれば、人を釣る漁師にしてあげると語られましたね。 私たちも過去には魚のような存在でした。しかし、神様の恵みによって、この教会に、その教会の網にですね、入れてくださって、ここに今、教会に今、集っているわけです。感謝ですよね。章13節を見ると、えー 神は私たちを暗闇の圧政から救い出して愛する巫女のご支配の中に移してくださいましたと語っています。私たちを魚のように救い出してくださいました。そしてガラティア一章4節を見るとこのえ悪い世の中から救い出そうとしてこの悪の世界から私たちを救い出そうとしてご自身をお捨てになりましたと語っています。 私たちはこの世の中から救い出された信徒になったということを意味しています。では、2番目に鳥は何でしょうか鳥。空を飛ぶ鳥。これは空を飛ぶと語っていますけれども、この2日目の想像を見ると、この大空を空と、天と語られましたね。大空を作られたと。この大空を天と名付けたわけです。 えー、最初漱石1章2節を見ると神の霊が水の上を動いていたと語っていますこの動いていたというのがヘブル語を見ると鳥が、えー、羽ばたいて、えー、自分のその止まる場所を探すような姿を意味しています神様の霊がそのように動いていたわけです飛び放っていたわけですね古代の人たちは空を飛ぶこの鳥を見ると不思議に思いました ですから、この鳥は霊的な存在であると考えていました。特に聖書の内容を見てみると、神様は鳥であると語っておられるところがあります。特にわしとありますね、わし。神様がわしとしてご自身を例えられました。例えば、出エジプト記19章4節を見ると、あなた方は私がエジプトにしたこと、またあなた方を わしの翼に乗せ、私のもとに連れてきたことを見たと語っていますね。イスラエルの人々はエジプトから出して、アラノを通過して、ナイさんまで連れてきました。それをえわしの翼に乗せて導いたと語っています。また、神明記32章、11節から12節を見ると、わしが巣のひなを呼び覚まし、そのひなの上を舞いかけり、翼を広げてこれを取り、 羽に乗せていくようにただ主だけでこれを導き主と共に外国の神はいなかったと語っていますね。他の神はいなかったと。神様が荒野の40年間わしのようにイスラエルの人々を背負って導かれたと語っています。ですからこのわしとその羽というのは神様の導きと守りを意味しています。 また、篇六十一篇四節を見ても、私はあなたの幕屋にいつまでも住み、三つばの影に身を避けたいのですと語っています。三つばの影と語っていますね。また、篇五十五篇六節にも、私,の私に鳩のような翼があったならと。そうしたら飛び去って休むものをと。 鳩のようにと語っています私たちも苦しい時問題がある時困難に遭う時にああどっか逃げたいなと思いますよね支援の記者も同じように翼があればもっとあの遠いところまで安息を取りに休みに行けるのにと語っているわけですね。新薬に来ても鳥というものは神様を意味する。 聖霊を意味するものとして現れています。ルカによる福音書3章21節から22節を見ても、イエス様はバプテスマを受けられるとき、どうなりましたか聖霊が鳩のような形をして自分の上に下られるのをご覧になったと語っています。聖霊が鳩の,ように鳩のように形をかたどって来られたと。 聖霊が鳩だと語られていますね。ヨハネによる福音書を見ても同じように記録されていますけれども、少し違う表現があります。ヨハネ1三32節を見ると、見たまが鳩のように天から下ってこの上の、この方の上にとどまられたと語っていますね。とどまられた。とどまるというのがメノウという単語です。メノー。これは、 また離れることなくそのまま、えー、定着したという意味です定着したヨハネ1章33節を見ると私もこの方を知りませんでしたしかし水でバプテスマを授けさせるために私を使わされたの方が私に言われました見たがある方の上に下ってその上にとどまるのがあなたに見えたならその方こそ精霊によってバプテスマを授ける方であると語っていますね 見たまがその人に下ってとどまるならば定着するならばその人がメシアだと語っていますメシアのその証しについてこう語っているわけですねですから創世記一章二節で神の霊が水面の上を、えー、動いていたようにですね結局いつ動いたのかあいつ とどまったのかというと、イエス様がこの地に来られたときに、その霊がとどまったと語っているわけです。メシアがこの方だということを示されたわけですね。聖書では、世の終わりのときにも、信徒がこのような翼を持たなければいけないと。翼を持つことによって、最後の観難に打ち勝つことができると語っています。 この世の終わりにわしのような翼がなければ、みんな、えー、その裁きに勝つことはできないと語っています。世の終わりの信徒は、わしの翼を受けなければ、かんなに打ち勝つことはできません。じゃあ、目白12章14節を見ると、その女が大わしの翼を2つ与えられた。 自分の場所である荒野に飛んで行ってそこでひとと二とと半時の間ヘビの前を逃れて養われるためであったと語っています。これは、えー、竜がですね、竜、ヘビが出てくるわけです。目視録12章旧説に出てきますけれども、その竜が、ヘビが、えー、天から戦争が、天で戦争が起こり、そして、えー、天から追い出されたものであります。 地上に投げ落とされたわけですね。投げ落とされました。しかし、この見つかいも一緒に来たわけです。この地上に。ですから、この蛇が、サタンが、ああ、もう自分の時間が少ないんだなということを悟りました。そしてその時からどうしましたか最後の働きをするわけですね。神と迫害し始めるわけです。神様が、 蛇を、サタンを追い出したため、神様を信じる信徒に行って迫害します。それが最後の大観なんです。その時に、その蛇の蛇の前を逃れて養われるために、自分に大足の翼が与えられると語っています。目白録12章14節に、大足の翼が与えられると。その翼によって、 荒野に飛んででって養わわれるわけですね私たちが今5日目について語っていますけれども皆さんもう一度思い出してみてください光を最初作られましたねそれをアダムに与えられましたそして2日目には上と下の水を分けましたね これはノアとその洪水との関係があると言いました洪水の時に上と下の水がすべて合わさって世の中に落ちましたけれどもまた神様から恵みを与えられて上と下に分けられましたそして3日目には地と海を分けられたわけですねこれはアブラハムとのその関係があると語りましたまた 4, つ目4日目には えー、大きな光と小さな光を作られました。これは大きな発光体、えー、発光する物体を作られました。それがイエス・キリストでしたね御言葉が言葉。御言葉が人として来られたイエス・キリストであったと語っていました。光としてこの世に来られたわけでそして今日5日目ですね。5日目にはイエス様が4日目だったわけですけれども、その次に起こる。 救済士的な出来事についいてて語っているわけですではこれはどのような事件と出来事と関連があるのかを見てみ見なければいけません。五巡節に聖霊が下りました聖霊を受けてその信徒たちがどうなりましたか変化して天に属する信徒として歩んでいきましたねそしてペテロも 勇気を持って出ていて3000人に御言葉を語りまたサネキリブにいて御言葉を語りまた病んでいるものを癒し死んだものもよみがえらせる力をあるそういう働きをなしましたですから聖霊を受けることによって与えられた初代の教会それが霊的な鳥のような存在だったことを意味していますですからこの5日目は 教会の時代を意味しています。教会の時代。鳥と魚。教会は何ですか世の中の海にいる、えー、その魚を、えー、網であげる使命が与えられています。そして その人たちを教育して聖書の御言葉によって私たちは鳥のような存在になります。聖霊を受けるものとして、受けたものとして私たちが鳥の,ように存在鳥のような存在にならなければいけません。そのために私たちは今、選ばれて、呼ばれているわけです。今ここに。ピリピ三3二20節を見ると、けれども私たちの国籍は天にありますと語っています。 そこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいると語っていますね。私たちは今この国籍が変わったわけです。皆さんも韓国からアメリカに来るときはアメリカの市民権が受けられているわけですけれども、今私たちは天の市民権、を国籍を受けているわけです。目示録12章12節を見ても、ヨアネの目示録12章12節を見ると、 天とその中に住む者たち、喜びなさい。しかし、地と海とには災いが来る。悪魔が自分の時の短いことを知り、激しく怒かってそこに下ったからであると語っていますね。ですから、地上にえ、地上に暮らせば、この災いを受けるんです。ですから、私たちは天に属し、天で暮らす信徒にならなければいけません。私たちは今、この 人間の体としてはこの世の中に暮らしていますけれどもしかし私たちの魂は天を仰ぎ見ながら天に暮らすものとして今歩んでいるわけです私は最初メッセージを始めるときに考えについて語りましたよね私たちの考えはいつも天のものを仰ぎ見なければいけませんいくらこの世の中に暮らしていても 足をこの地に下ろしていても頭はまた目は天に向かっていなければいけないということです。私たちの考えと心と霊は魂はいつも神様に向かって天に向かって歩まなければいけないということです。そういう人はどんな災いが来ても決して揺れ動くことなくガラスの海のように信仰をしっかりと守って全てを乗り越えて勝利するということを語っています。 それを私たちに今教えてくださっているわけです。愛する皆さん、このような信仰のために今、教会に今、来ています。この教会から与えられる御言葉を通して訓練を受けて、大きな鷲のような翼を受けて、毎日天皇、大空を飛んで勝利する皆さんとなることを、主のびのもて祝福いたします。祈ります。愛する父なる神様、感謝いたします。 今日も私たちを愛してくださり、私たちのこの足を主の宮へとつ集わせてくださり、御言葉を受けて、大空を飛ぶことのできる大足の翼を与えてくださって、いつも勝利へと導いてくださることを感謝いたします。今日も与えられた御言葉をしっかりとつかんで、主を仰ぎ見ながら歩むときに、勝利することができるよう導いてください。 この世の中にどのような苦難,難、困難があったとしても信仰によってそれを乗り越えることができるように恵みを与えてください。祈るたびに神様に近づき神様の前に歩んでいくことができるようにまた世の中のものをすべて捨てて神様に向かって歩むことを訓練し最後の時には主と共に天に属する者として歩むことができるよう導いてください。 どのような世の中の苦しみ、苦難、困難があったとしても、それに打ち勝つことのできる恵みを与えてくださり、精霊によって私たちと共におられて、ガラスの海のような心を持って歩むことができるよう祝福してください。その通りりなることを信じて、イエス・キリストの皆によって切にお祈りいたします。アーメン